トルコ航空301便墜落事故は1974年1月26日にトルコで発生した航空事故である。イズミルジュマオバス空港からイスタンブール国際空港へ向かっていたトルコ航空301便が離陸直後に墜落し、乗員乗客73人中66人が死亡した。事故機の F28 は2機のロールスロイス RB183 から2、 スペーマーク555から15ターボファンエンジンを搭載していた。フォッカー車でのシリアルナンバーは1057で1972年9月5日に製造され、1973年1月13日に初飛行していた。総飛行時間は2269時間で3133サイクルを経験していた。機長は37歳の男性で、 F28 と F27 での飛行資格があった。機長は1958年に空軍士官学校を卒業しており、F-86 と F-104、T-34 で2600時間の飛行経験があった。1970年にトルコ空軍を退役し、トルコ航空へ入社した。1972年に、 F28 の機長としての飛行資格を取得し、翌年にチェックパイロットとしての資格も取得した。F28 では577時間の飛行経験があった。副操縦士は36歳の男性であった。副操縦士も過去に空軍主管学校を卒業し、1973年までトルコ空軍に在籍していた。C-47、C-54。C H-19 などで2794時間の飛行経験があり、F-28 では395時間の経験があった。E と7時7分、パイロットは離陸準備を完了した。7時10分頃、301便は、イズミル島をバス空港の滑走路35からの離陸滑走を開始した。約3200フィート地点で離陸速度に達し、機体は上昇した。 しかし、高度8から10メートル付近で、突如機体が左に用意ングし出し機種が下がった。301便は地面に接触し、排水口に衝突しながら滑り落ちて炎上した。救助隊がすぐに現場へ急行したが、激しい炎に機体は飲まれており、現場で60人の死亡が確認された。また、病院へ搬送後に6人が死亡し、最終的に乗員4人と、 乗客62人が死亡した。遺体の損傷は激しく、特定は困難であった。当時、フォッカー F28 で発生した事故の中で最悪の事故であり、トルコでは2番目に大きな航空事故であった。また、その時点でのトルコで最悪の航空事故は1963年、アンカラ空中衝突事故であった。事故発生当初はエンジン故障が原因と報じられた。 調査から301便は2800フィートの地点で離陸速度に達するはずだった。しかし実際には3200フィート滑走し、速度が124ノットに達してから離陸していた。離陸後、速度は133ノットまで増加したが、その後124ノットまで減速して墜落した。このことから離陸時の向かい角が通常よりも大きかったと推定された。 また、離陸時の気温は摂氏3度で、湿度は97%だった。この気象条件下では主翼、および昇降だに着氷が生じる、可能性が高く、ほぼ同じ条件下で中期されていた F28 に着氷が生じていた。また、1969年2月25日には、LGU インターナショナルの F28 がに似た条件下での離陸に失敗するという出来事が、 発生していた。報告書では迎え角が大きかったとしても着氷が生じていなければ墜落はしなかっただろうとされた。また消防隊の装備が不足していたことについても指摘された。事故の16年後、当時の運輸大臣であったハサン・フェルダ・ギュリーがミリエット氏の取材に対してパイロットが酔っていたという事実を隠蔽したと証言した。証言によれば 機長と副操縦士の遺体からは多量のアルコールが検出されており、事故前夜から当日にかけて飲酒を行っていたと推測された。ありがとうございます。